今回の計画変更が環境に及ぼす影響の程度はいずれの項目についても変更前と比べて同程度またはそれ以下と考えられますと、こう結論しているわけですけれども、我々としては全く納得いかないと、この沖縄防衛区の主張は認められない、で明らかに環境に悪影響が生ずる、したがって県知事におかれましてはですね、この公有水面を埋めた等4条1項の規定に基づいてこの、変更申請はですね認められないという結論を出してほしいと、そういう意見書を本日提出させていただいたところです。皆さんこんにちは。コロナ禍、マスクをされてのですね、ご参加大変ご苦労様です。沖縄島の北部がですね非常に生物多様性が豊かなんですが、辺野古大浦湾のみというのは その通りでしてですね、世界自然遺産の知床よりもですねより豊かな生き物がここに暮らしている、これはもう皆さん全国ご承知だと思います。だからこそですね、6年前日本の19もの学会が合同のですね大浦湾の環境保全を求めた、皆さんご存知と思いますけど、これは改めて確認しておく必要があると思うんですよ。こんなことは他ではありえないと思うんですね。また皆さんご存知と思いますが、昨年の10月には日本初のホープスポットに指定された。先行埋め立てによる水の濁りについてということを論じました。先行埋め立てというのはどういうことかと言いますとですね、実はまあ遅れに遅れてますよね。遅れを取り返すためにですね焦っているわけです。沖縄防衛局はさまざまな工期短縮策を検討しているが、その多くは環境を犠牲にしたものだ。ここで論じているのはですね、工期短縮策の一つとして検討されている埋め立て区域 3-5 の先行埋め立てだと。で、先行埋め立てっていうのはどういうことかっていうことを、この図を見てください。ここに軽村護岸の C-1 というのができる。C-2、C-3 はまだ完成してない。完成してない段階でここが 3-5 という埋め立て区域です。外側の護岸が完成してないのにここの埋め立てをやりますよ。これが先行埋め立てなんですね。ですからここの先行埋め立ての土砂が大浦湾に広がっていって生き物に大きな影響を与えるんじゃないかという懸念があるわけです。これについてきちんと検討したかどうかということを我々はチェックしました。その結果ですね、こういうことが分かりました。環境監視等委員会っていうのをですね御用委員会にしてますけれども、これが機能してないっていうことが分かったってことですね。どういうことか。沖縄防衛局は土砂投入が落ちてます。土砂投入による水の濁りを予測していますけれども、その結果を環境監視等委員会に適切に伝えていない。沖縄防衛局が行う影響予測が適切かについて環境監視等委員会はチェック機能を果たしていない。議事録を見れば分かるんですね。明らかに彼らはシミュレーションするんですよ。沖縄防衛局はシミュレーション、汚濁が水の濁りがどう広がるかというシミュレーションをします。シミュレーションの結果は図面に載ってます。その図面とですね言ってることが違うんですよ。違うねということ、それを沖縄環境監視等委員会は全くチェックできていない。ジュゴンの保護について、ジュゴンの保護につきましてはですね、皆さんもご存知の通り、前のアセスをした時にはジュゴン ABC と個体 ABC 3頭いることが分かったわけですね。今は3頭とともにいませんよね。ジュゴン B 母親ジュゴンは死んでしまいました。ジュゴン A と C は行方不明です。で、しかしですね、設計変更後のジュゴンへの影響予測を変更前と同じ方法で行ってるんですね。これは許せないと思うんですよ。今回の変更に伴う事故についての環境影響評価は予測対象時期と水中温の発生源について新たなデータで差し替えているものの、変更前の評価の手順をそのまま上書きしたに過ぎません。この間に沖縄島周辺海域に生息する事故たちに起きた異変を不問に付する評価方法は適切なものではないと思うんですね。埋め立て土砂の採取についてです。埋め立て土砂、実はですね、
埋め立て土砂というのは大変問題でしてですね、私はアセス法の欠陥だと思うんですけれども、変更前も変更後もですね、彼らが使用する土砂、自分が取るんじゃないんです。業者が取ってきて提供する、そういう土砂です。この土砂採取が環境に及ぼすマイナス影響について、全く議論してないんですよ。沖縄防衛局はですね、全く議論してない。決定的に評価対象から漏れているのが、埋め立て土砂の採取がもたらす環境影響です。変更前はですね、埋め立て土砂としても海砂を使うということだったんですが、変更後の計画では十分土砂があるので、他の埋め立て材にて必要な量の調達が可能であるため、埋め立て材としては海砂は用いないと言っています。じゃあ海砂はどうするのかというと、変更後の計画では海砂はもっぱら地盤改良工事、ケイソン護岸の中詰め工のために使用されることになったんですね。で、そういうことで沖縄県内全域から埋め立て土砂が取られようとしています。この図は今度の申請の図書に載ってるんですね。申請図書に載ってるんですが、なんと南大東からも宮古からも八重山からも土砂を取る。今まで土砂はですね、北部でだけ、取られるというふうに考えられていたわけですが、そうでなくて沖縄県全域から土砂を取るという、そういう計画に変更されたわけです。サンゴの保護についてですけれども、サンゴの保護についてはですね、今沖縄辺野古サンゴ訴訟というのがあります。これが実に馬鹿げてると私は思うんですけれどもね、サンゴ移植について農水省の是正の指示を適用とした国地方係争処理委員会、この判断には大きな問題があると思うんです。今サンゴの、特別再保護許可をめぐって争われているんですが、国の主張と県の主張を見ていただきたいと思います。県の主張、設計変更が認められなければ、今設計変更の申請をしているわけですね。それが認められなければ移植の必要性もなくなるじゃないかと当たり前のことを言っているわけです。ところが国の方は移植しないと埋め立てでサンゴ類が死滅する、いかにもですね、県が環境の破壊を容認しているかのことを言ってますけれども、手順としてはまず設計概要の変更の承認をまず得て、承認が得られたらその次に再保護許可申請に進んで、再保護許可が得られてから移植をすれば良いわけですよね。埋め立て地の用途が名護市の都市計画に背いているということなんですね。で、実は名護市はですね、この2006年ですから、この辺野古アセスが始まる前ですね、辺野古アセスが始まる1年前にですね、都市計画法に基づいて都市計画マスタープランというのを出しているわけです。それを見ますと、豊原区を水と緑と産業文化を育む丘の町とこう位置づけているわけです。そしてここに書いてある4つのことをですね、豊原地区の基本方針として出している。それと埋め立てが、軍事基地としての埋め立てが合致するのかどうなのかということを考えるということなんですね。変更申請書がどういう構成になっているかという話ですね、これは。で、変更申請承認書と一概大雑把な言い方をしていますけども、2つに分かれています。で、1つは用途変更設計概要変更承認申請書、これが19ページほどあるの、わずかな量なんですけども、実はこれが公有水面埋め立て法に基づく変更申請になるわけです。防衛局の見解は、この設計概要説明書の変更は降水法の変更、知事の承認が必要な事項ではない。2014年から工事を始めて県も何回かいろんなことを指摘しきましたけども、あくまで知事の承認が必要なのはこの本文の部分だと、そういう言い方で突っぱねています。今後、いろんな問題をしてきていったときに、最終的には防衛局はそれは知事の承認事項じゃないという、そういう言い方で論争になる可能性があるという、それはちょっとぜひ知っておいてください。上の方のこの本文の変更は公有水面埋立法に基づく変更だと、知事の承認だと。で、添付図書の環境保全に保全図書と土砂に関する図書については留意事項に基づく知事の承認事項ということになっています。だから根拠の法令が違うので
あとそれが揉めたときにいろんな議論が出てくる可能性はある。今回の変更申請書の一番大きな問題は具体的なことが何も書かれていません。設計概要説明書添付図書、そこでも書かれていないんです。で、特に大事なのは今回変更申請の必要になったのは大浦湾にとんでもない軟弱地盤が見つかって防衛局は地盤改良工事をする必要が出てきたこと、でそれに伴う護岸工、埋め立て工法の変更が必要になったわけですね。だから当然まず必要なのはどういった軟弱地盤でどういった地盤改良工事でそれが本当に大丈夫なのか、そういったことを具体的に書いてもらわないと、いわゆる降水法の審査の基準は災害発生の環境保全の問題と災害の発生の問題がありますね。審査ができないわけです。具体的な軟弱地盤の状態、大浦湾の海底地盤の状態、それが何も書かれていません。ほとんど書かれていません。地盤改良工についても地盤改良工事を行うとしか書いてない。今までよく言われていた杭の本数とか深さの問題、そういったことも一切今回の変更申請書そのものには書かれていません。杭の本数、径、間隔、何もない。で、そういうことでね、それから地盤沈下についても書いてません。これは技術検討会の審議の中で大きな問題が出てきましたけども、それも書かれていない。で、護岸が崩壊するという専門家の指摘だから、今回の地盤改良工事ではダメだと、新潟大学の立石名誉教授を中心とした地質学の専門家グループが、特に今年になってからいろんな問題を指摘されて、そういったことにも一切答えていない、ほとんど答えていません。で、そういった問題があります。それから内容にはね、矛盾した記載、本当にこれはもう単純なねミスとしか思えないような記載がいくつもあります。で、それは本当にだから十分防衛局が内容を厳密にチェックをしてね、これで大丈夫だとして出したかどうか非常に疑わしいと思ってますけども、そういった問題がある。先行盛り土の問題、それから軽量盛り土、そういった問題がありますね。それからこれはちょっと土木の細かい話もつながって分かりにくい面もあるんですけども、 A 護岸といって大浦湾の一番奥の護岸です。それの護岸の工事の問題にはそれこそ訳の分からない点が随分ある。それから工法をめぐる問題、世界でも初めてというような地盤改良工事、大変な工事が行われるわけですけども、その工法がとても理解ができない、防衛区の説明ではね、そういったことがたくさんあります。それから土砂調達の問題、先ほども言われました。それから特に海砂の問題があります。で、そういうことも含めて環境への影響の問題が危惧されるわけですね。で、防衛局の結論は環境の影響が変更前と比べて同程度かそれ以下、これが全ての環境影響評価、環境の影響をチェックした全ての項目の結論は全部これです。これだけ大規模な地盤改良工事をやっておきながら当初の計画と環境の影響が同程度かそれ以下なんてことはね、これはもう常識で考えてありえないとしか言いようがないですね。